クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノート。皆様こんにちは。クリスマスローズ大好き、野々口実の園芸ノートです。今回をご紹介したい株は、よいしょ、この株です。はい、この株は、まあ実は株分けした株です。私の別の動画でもご紹介しましたが、この株は、もともとはですね、原種のクロアチクスのシングル、普通のシングルの苗ですね、ポット苗を購入して、それを咲かしてみたらダブルだったよということなんですけども、まあ、このダブルもですね、もともとのその原種のダブルではなくて交雑してるんじゃないかなという感じの花を咲かせました。ということで、まあ、基本原種交配種かなということで今取り扱っています。で、別の動画ではそれを株分けしましたよという動画を上げまして、グリーンの鉢と白い鉢に分けました。で、これはまたそのグリーンの鉢と白い鉢の、差をですね、夏の状態で観察しようかなということで、グリーンと白に分けたわけなんですけれどもね。今株の状況を見てください。はい、まずグリーンから見ていきます。株の状況はですね、ちょっとこれ取っちゃうね。はい、まあこれすぐ分かりだと思いますけど、花芽ですね。花芽が1、2、3、4、5、6、7個、8個、はい、上がってきてます。で、ご覧のようにフル葉ですね、みんなもう枯れてるぐらいに、こういう状態になってますね。これは切っちゃいます。当然のことだから。ここまで来るともう葉っぱの機能ないですね。こういうのは全部切っちゃいますね。はい。これが一番元気かもしれないですけど、切っちゃいましょう。はい。ということで、しっかりと花芽に日光を当ててあげて、開花するのを楽しみに待つという状況にしてあげます。はい、四平器の回転台用意してるんですけども、もう手動でお見せします。こういう感じですね。まあ施肥なんかも行ってますので、だいぶもう消費されちゃってるようですけども、まあ、はい、あと白い鉢ですね。これも同様な状態ですね。フル葉がもう完全に枯れ上がってきてると。そして、すべて、つぼみが来てますね。まあ、つぼみが中に見えていますけれども、
花芽が1、2、3、4、5、6、これも同じぐらいですね。まあ株分けしたもの両方と同じぐらいの花が立ち上がってきていい感じです。当然ですね、いわゆる秋に新葉は出てきていません。はい。で、まあそういう状態だとこういうふうに、ね、花芽が上がってくるという形になります。でも完全にもう枯れ上がっちゃってるんで、まあここまでよく残してたなっていうことも言われるかもしれませんけれども、と、こうやって切ってあげます。はい。これで綺麗さっぱりですね。まあ、肥料もまだ残ってますね。はい、今回の動画いかがでしたか。株分けした、クロアチクスの、まあ、ハイブリッドと思われるやつですけれども、まあ、このように、花芽が立ち上がっていると。そして、まあ、古葉ももう完全に枯れてしまっているという状態だったので古葉切りを行いました。まあ、これよく見るとですね、今立ち上がっている花芽以外にもですね、ちょっと芽がいくつもあるので、もしかしたらこれは、花が上がった後に上がってくる新葉の新芽かもしれませんね。まあ、非常に正常な、動きをしているというふうに思われます。まあ、こういったような形ですね、株を楽しんでいただくと花がいっぱいこうつくようになります。はい。皆様も、頑張ってですね、もうすでには来年の夏越しっていうのを見据えてですね、栽培をしてあげてください。これからのシーズン、まあ、入ってくるわけですけれども、購入した株の扱いについてもですね、また私と一緒に勉強していきましょう。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。クリスマスローズ大好き。野々口実の園芸ノート、皆さん励みになりますのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。